はい、どうもジルです。ということで今回はプロセカの最新情報について見ていくんですが、今日映画見に行ってたらなんか映画見てる間にめちゃめちゃ情報出ててね、いやタイミングが本当に悪かったんですけれども、早速見ていきましょう。まずはこちら、12月16日金曜日20時よりワンダチャンネル第27回がね行われます。はい、今回1週間ぐらいいつもより早いですね。16日ということで、去年もですねこのくらいの時期に12月は生放送が行われて、ここの情報発表量は少なめで、であと年末年始ほんと直前になってね、公式ツイッターの方で情報発表とかいう形があったんで、もしかしたらそれかもしれないですね。で今回声優さんなんですけど、司くん、M ちゃん、志保ちゃん、あんちゃんのね声優さんがそれぞれいらっしゃるといった形になります。でまあこれに関してなんですけど、イベント1月のイベントに関してはやっぱ司くん、バナー、そしてもう一個がレオニーイベントになるかなってった感じですね。ビーバスに関しては今月イベントが行われることになりますんで、まあその辺と、で次のレオニーがシホちゃんバナーかって言われるとさすがにちょっと違うと思うんで、まあその辺は詳しくはねまた別の動画で話そうと思います。続いてこちら、やっと来ましたよ、行く年来る年毎日楽曲追加キャンペーン開催決定ということで、今年もですね8曲のね楽曲が追加されます。まあ、18曲くらいね楽曲追加されても嬉しかったんですけど、こちらはですね今度のワンダショチャンネルで楽曲が正式に発表されるということで、今回はねヒントだけ出ております。はい、今回8曲で世界バージョンが収録されている楽曲が5曲で 3DMV1 曲といった感じですね。皆さんこちら何の楽曲が追加されるか分かりましたか？ちょっとジールさん分からなかったんで、リスナーさんに聞いていろいろ出てきたんで、ね、まあ、それをちょっとまとめていきました。まず一番最初左上が、よもすがら君を思うでいいのかな、ちょっと今回すいません、ちょっとジールさんあんまり知らない曲とかも入ってたんで、読み方間違ってたらごめんなさい、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。で最初がまあよもすがら君を思うで、その次右側の曲ですね、これが気まぐれメルシー、次左から2番目、これが、2個候補があって、マーシャル・マキシマイザーとネトゲ・ハイジン・シュプレヒコール。で、その次右側のやつが、それがあなたの幸せとしても。そしてその次ドクロマークのやつが、こちらがグラーベ、もしくは、カンタレラのどっちかって言われています。で、その次、120回同じ言葉が出てくるが、リンちゃんナウ、もしくはレン、くんバージョンの、このどっちかかなといった感じに言われてます。個人的にはリンちゃんナウはマジで来てほしいですね。先日尾形さんの尾形 P さんの楽曲も追加されましたし、で次、調教がすげえ、こちらがこれフリーリーツモローでいいのかな、読み方は、だと言われています。そして最後の曲が、フェレスかな、フェレスと言った感じで、コメントいただきました。まあ、他にもね、いくつか、これじゃないかな、これじゃないかな、みたいな意見とかも結構あったんですけど、まあ、多かったのはこんな感じとなっております。はい、皆さんね、他に予想あったり、この楽曲これじゃないかなっていうのがあったら、ぜひぜひコメント欄で書いて教えていただけると嬉しいです。はい、ってことでね、今回は、ワンダショチャンネルの情報と新曲の情報について見ていきました。いや、年末年始ね、プロセカなかなか、ちゃんとやってくれますんで、楽曲追加もあるし、カラフェスも来るしでね、楽しい年末年始となっております。また今度ね、年末年始、去年どんなことが行われたかとかについてまとめた動画投稿しようと思っているんで、よければね、そちらも見ていただけると嬉しいです。また高評価とね、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ってことで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。